はい、皆さんこんにちは。学校長、私も元気です。今回はですね、もう多分中上級者の方は当たり前のように使っていて、当たり前のように知ってるんですけれども、意外と初心者の方が知らなくって、でまあなんか PS4 の人とかで、ね、割とあんまり使ってないイメージがあったので、この間ちょっと友達ん家に行った時に、やらせてもらった時にね、でちょっと紹介しようかなと思った技なんですけれども、ということで、まあ、多分皆さん基本的には知ってると思います。カフェ3階、屋上からのサイレント入りが、サイレントの、サイレントで入る方法ですね。こちらの紹介していきたいと思います。はい、でですね、カフェの吹き抜けなんですけども、あそこって基本的にはラッペリングしないと入れなくて、でそれがかなり厳しいんですね。で3階取るの難しかったりとか入るの難しかったりするんですけれども、こちらの技使えば、一気に一瞬で、しかも無音で入ることができます。はい、やっていきましょう。爆弾の発見と解除だ。はい、まずはですね、簡単に上がっちゃいます。上にピピピッと一気にピピピッと上がっちゃいます。よし、上がりましょう。よいしょ。はい、ここですね。こちら通常でしたら、乗り越えることができないので、こうやってラペリングで入るしかありません。だけどラペリングで入るとですね、じゃあアドミナ入ってもらっていい？音めちゃくちゃするし、ですごく弱いんですよ。こうやってめちゃくちゃ打たれ放題な感じになっちゃうんですね。なので、ここを一気に入ってしまいたいと。はい、では皆さん知ってる方でしたら、もう今更何言ってるんだって感じだと思うんですけれども、ここの入り方というのがですね、そこのダクトを利用します。まあちょっと慣れてきた方はこちらから一気に行っていただいて大丈夫なんですけど、こうやってね、ちょっと最初の方は難しいと思うんで、この T 字のとこから簡単に登れる方法、ここ体当てます、乗り越えます、じゃあ上に乗ります、でこのこっちに乗ります。はい、でこっからですね、直接落ちるとそこでダメージを食らってしまいます。なのでまずここに乗ります。はい、ここに乗りました。でその状態で伏せます。伏せた状態で降ります。そうすると無音で入ることができます。はい、どうぞ。こんな感じですね。伏せた状態で落下しますと、音が鳴らずに落下することができまして、こちらの小技も合わせて使うとかなり強い技になります。3階結構ね、このせいでガンガン入られることがありますので、皆さんこの落下とかも注意しながら、守る必要があるかもしれません。で攻めるときはこれを活用して、どんどん3階カフェをプレスしていってはどうでしょう、いかがでしょうかということで、ちょっと簡単になりますが、今回の動画こちらで終了させていただきたいと思います。はい、さようなら、ありがとうございました。